ちのワンピースカード大会結果発表。はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょう。大人気コーナーでございます。もうそんな経ちました。もうやったの？結構やってるよね。なんやかんや毎月しっかりとこう報告とか上げてるんですけど、意外とちゃんと見てもらえてるんで、皆さんありがとうございます。そうね、確かにね。で、やっぱイベントとか、うん、カードのイベント行くと、うん、あの動画来月も楽しみにしてますめっちゃ言ってくださるんで、やっぱカードゲーマーのこのワンピカードやられてる方が結構見てくださってるんで、こんな全然私全然ペイペイなんですけど、でもやっぱまあ同じね、やっぱカードをやってる仲間として、そうやっぱ結果を気にしてくださってるのがちょっと嬉しいです。というわけで、はい、今この動画撮ってる時点では7月なんですけど、うん、7月の結果発表、これが上がってるのは8月になってると思う。じゃあ7月の結果が分かる。はい、うん、7月の1ヶ月の僕の、はい、結果を発表したいと思います。はい、最後に見ていってください。はい、それではいきましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録よかったらお願いします。いろんなワンピースカードの動画も上げてます。一緒に楽しんでいきましょう。じゃあ行きましょう。さあ、うん、今月7月ですね、はい、うん、私、はい、大きく2つ出ました。うん、はい、でかそうだったよね、1個。そうなんですよ。何が？まあ、今回2つ、うん、私の中でありまして、はい、まず1種類目が、うん、マッチングバトルですね。こちらっていうのは、まあ、大会っていうよりかは、うん、まあ、いっぱいドーンと人が集まってで、うん、その中で何勝かすると、うん、景品があるよっていうものですね。1人当たり5回までできるんですよ、うん、挑戦が、うん、マッチングバトルの列並んで、うん、でもうね、1000人弱ぐらいの規模、すごいよ。大大会じゃん。もうすごい、だって1バトルするのにこう2、30分こう待つんだから、列で。なんでそれ、誰か1人とやるの、こうやって。いなきゃねえだろ。なんでそんな、いや、四天王みたいな、やって、たた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 たそんな並んでんの、よくわかんないじゃん。違う、だからその机に座るのにもう案内がこうブワーって、フリーすごい、そう、フリーフリーフリー対戦、完全に。すごいね。数々、紙かな。で、今マジで一回落ち着けよ、マジで。疑問がぶつけてくれる。前のめりで嬉しいけど、気になるじゃん。すごい気になってくれる。知らないでしょ、新しい情報。そうなんです。だからマッチングバトルって、こういうのは結構そのワンピースカードの大会のサイドイベントみたいなので行われるんですよ。で、まあ大会が本スペースで行われてて、で、それ以外でそういったイベントも行われてると。だから大会の会場なんで、まず基本でっかいんですよ。大会だったね。そう、この間はパシフィコ横浜でしたね。すごっ。もうだから本当にくっそでかいイベント会場で、うん、まあ行って、うん、でもちろんその予約制というか登録しないといけないんだけど、うん、で僕通ってたんです、そこにね。で、この間横浜、パシフィコ横浜のマッチングバトルに僕参加してきました。うんうん、で、それどういったものかっていうと、うん、1人当たり5000できて、うん、で、まず1勝しますと、うん、虹色のドンがもらえるんです。いや、まあレアドンですね。そうそうそう、あんまり手に入らない。もう1勝したらそれがもらえます。で、3勝したら、うん、この間言ってたジェットピストルもらえるんですよ。要はスタンダードバトルで優勝しないともらえない景品が5分の3勝てばもらえると。うん、もしくはじゃんけんだったからね、この。そうそう、この間のバトル。俺らはじゃんけんで行くしかないって言ってたもんね。全部だからパシフィスタデッキで挑んで、もう負けてのつもりで勝負に行くとしても。違うんです。今回は3勝したらジェットピストルがもらえる。結構いいじゃん。そう、だからめっちゃいいんだ。だからジェットピストルってなかなかゲットできないから、そもそもスタバに参加できてないと。だからここはもう絶対に3勝取りたい。うん、で、結構マッチングバトルっていうその軽めなイベントなんだけど、うん、やっぱり結構このぐらいの勢にしては、うん、結構もうすごいね、燃えてるわけ、うん、絶対ジェットピストル取って帰る。やっぱルフィファンだし、ジェットピストルやっぱ取って帰りたい、うん、っていうのが、まあ、この間のマッチングバトル横浜で行われたものでした。で、もう一個はいつも出てたフラッグシップです、うん、フラッグシップバトルで、フラッグシップバトルは先月までは1位がゾロ、うん、で、ベスト8までがクイーンだったんですけど、うん、今月から景品が変わりました。あ、やった。1位、ナンバリングシャンクスです。もう何分の何っていう、もう世界に1枚。え、すごい。1位はもうえぐ、そう、だから1000何分の1枚とか、そのもうナンバリングが入ってるシャンクスの1位。それ絶対欲しいじゃん。マジで欲しい。で、しかもあのこの何、レッドの小田さんが描いたシャンクスなの、こう、あの表紙の、だ、原画、原画で、もう、もう完全なる、もう最強か。それがどうしても欲しい。今月からだから、どうしてもそれやっぱ狙いですね。で、ベスト8までは、今回はコビーになったんですよ。かっこいいの、コビーが。あの前のクイーンみたいな結構白押しになってて、めちゃめちゃキラーになってる。コビー。で、前回もね、6月の大会で言ってたと思うんですけど、僕は北関東にこれも。出た。前回と同じ会場が通ってたんで、はいはい、北関東、一応店舗は一応伏せますけど、ね、一応ね。ホームね、ホーム。そうそう、私にとっては第2のホーム。第1のホームはティア1なんで、ティア1さん、渋谷のティア1さん。あそこホームなんで。
ちょっとだからそこね、行ってきて。で、そこは64人大会だったんで、基本は32人大会なんだけど、2倍規模なんで、景品も2倍なんですよ。あ、2倍なんだね。1位、2位はシャンクス。おぉ、いいじゃん。で、ベスト8じゃなくて、ベスト16までコビ。ちょっと広がるっていう大会でございました。行きましょうか。楽しみだね、今回。景品もあるから、ちゃんと。いや、変わってますからね。ちょっとこれはマジで頑張りたいというところでございました。はい、では、まず最初に、パシフィコ横浜で行われたマッチングバトル。はい、ここ行きたいと思います。はい、で、ここの前提条件、うん。さっきね、大会が行われて、そのサイドイベントって言いましたよね。うんうん、これ、うん、要は、この大会っていうのが、うん、僕が4月に一生懸命やって、出たいって言ってたエリア大会なんですよ。で、このエリア大会で上位に行くと全国大会。もうマジでやばい人たち。プレイヤーね、で言うたら、もうその時点で、俺より上の人たちが大会出てるわけ。俺が行けてないの、本、ね、で、エリア大会。で、言うたら、そのエリア予選、パシフィコ横浜予選、本戦の方の人も負けたら、マッチングに流れてくるんですよ。それはやばいわ。ありますあります。それはありな。だから言うてもハードル高い。めっちゃ高い。そういった条件のもと挑みました。うんうん、さあまず1戦目。もう1戦目がまず並ぶんですよ。うん、なんだ並ぶのね。とりあえず並ぶ。だから席にみんな着くから案内のもと行くから、うん、人がバーって来たらそれ待つじゃん。で何番さんとか呼ばれる。違う。じゃあもうバーって行って、はいじゃあ一回待ってください。でバーって席座ります。はいじゃあ次の方バーッバーもうスタッフさんすごいから。規模めちゃめちゃでかいから、もうそこはあのもうスムーズにいくようになってんだけど、やっぱ人がすごいいるから、20分ぐらい並ぶね、あれ多分ね、15分、20分、1戦目はもっと並んだかな、最初から言ったら。っていう感じでございました。で、私、もう今回も白ひげ握っております。出た。で、白ひげでございます。うん、1戦目、うん、黄色片栗。おお、トラウマ。ね、言ってた、名前負けたってね。あれそうだっけ、勝てるみたいな。それは第3弾まで。第4弾になってからはもう高校取らないと正直きつい。出た片栗特に高橋だから、はい、で片栗第1戦目、うん、高校取りました。ああじゃあ勝ったんだ。勝つい1戦目勝敗ジョリー。うわー、じゃあもう一つは虹丼確定しました。うわ、1戦目で虹丼が確定できたんで、これ嬉しかったですね。今まで金丼だったんですけど、それがまた虹になって、これやっぱ欲しいんですよ、みんな。それで1回で3分とか、ね、ないです、ないです。じゃあみんなそれ入れて全部30丼になる。そしたら10丼、3×10で30丼になっちゃうから。なんない、そんななりません。なんない、気持ちはなるけどね。ルール上なりません。なんとか確保できました。というわけで、ここね、もうね、手札1枚の差でしたね。攻撃こう来た時にこっちがもう全部切って、うん、ラスト耐えれていけたみたいな。もう首の皮一枚で、相手も結構もう3時も飛んできたし、結構もう何、トリガーからこうバンバン来るんですよ。だから思いがけないこうブロッカーとかが出てくるっていう戦い方なんで、結構出てきたんだけど、高校取ったんだけど、相手も結構いい状況だったから結構苦しかったんですけど、なんとか勝てましたね。でももちろんあの雷帝でね、飛ばされるんですよ。雷帝が強いの、もう白毛には刺さって嫌だから。雷帝も来たし、最後爪でも飛ばれたんだけど、でもそれを見越してもうトラウマになってから、結構僕は練習してきたんですよ、片栗さん。だからなんとか勝てましたね、ここは。はい、じゃあ2戦目いきましょう。まあ2戦目もね、うん、あと2回勝てばいいんだよ。あと2回勝てばジェットピストルですよ ね、もらえますから。さあ2戦目、うん、当たりましたのは、うん、緑紫ドフラミンゴです。俺あんまり楽しそう。これね、強いんです、うん、なんなら優勝してるデッキです、ちょっと前の大会とかでも1位の人使ってたり、で何の因果か当たった人が、うん、この間6月に僕がフラッグシップ出ましたよね、うん、その会場の優勝者さんだった。うわ強い人だ。やばくない？何の巡り合わせか、もう本当に何百何千いる人の中で座ったら、うん、あれみたいになって、実はこの間の大会で出てて優勝したんですみたいな、だから僕はでも声かけられてなくて、その時、みたいな、じゃあもう無理やん、ジョン・ムリアとも、まあまあそうふざけながらね話しつつも、でもまあまあでもかかってますし、で何の因果かじゃん、だってそれって、この間行ったその地方の遠征の、そっか、初めて行ったところでの出会った同じ会場の人が当たって選んだんで、すごいじゃん。でしかも優勝者めっちゃ強い人、いやマジかよってなって、でここ先行、やばい、やばいじゃん。ああ終わった。もうそれも知ってくださってほしいの。あ、じゃあ 2% かもしれないですよみたいな、もう、すごい、もうマジで見てくれてるから。だから今この動画出さない方がいいのよ。バレてたんだ。バレてます。全部バレてますよ、僕の手の内。あ、じゃあ勝てますねって言ってくださってね。そう、あの2% のね、全然勝てないからね。そうそう、聞かなくていいかな、じゃあこれ。あのですね、
負け負けない勝ってて欲しかったあのでもあのね俺が練習不足やっぱドーラミング全然経験がなくて、うん、もう完全にミスしてた、うん、2回ぐらいもういやちょっと間違えて顔もうアタックの何順番ミスったみたいになってたもうそれもあった相手も、うん、それなそんなに手札良くなかったのに、うん、負けたから、うん、いやもう完全にあれはもう、うんもちろん強い方だし、はいはいはい、もう完全に僕がもうミスしたんで、うん、これはしょうがない、まあね、強いんだ、しょうがないね。その時もドフラミンゴ優勝してたんですか？その時は白だけだったね、そのエリアの方はね。だから分かんないね、今もう本当にぐるぐる回るから、ね、すごいよくできたゲームですからね。で、相手の方はもうね、だからテゾーロなかったり、ルフィなかったりで、結構手札は良くないのにも俺負けたから。もうでももう、俺がアタックの順番さ、合ってたら、勝ててたのよ。うわ、もったいない。いや、マジでもったい完全に練習不足、これは。もう出ちゃいましたね。まあ、ただでも嬉しかったね。なんか巡り合わせがすごかったから。すごいね。その後、だから、そこ、お三方一緒のお友達で来られてたから、うん、俺はもうその後写真撮ったりとか。で、むしろ、7月行くんですけど、行きますかって言ったら、通ってますって言って。で、その優勝者さんは通ってなかったんだけど、そのお二方、ね、そうそうそう、うん、うわ出ますっつって、あじゃあこのフラッグシップもよろしくお願いしますみたいな言って、あでもそれ終わったやつですもんね。それもだからこの後の話やつ。うわおもろいよね。どうなったかってこと。将来その人たちと全国で戦うことになるんだ。漫画だったらめっちゃ熱い展開だよね。そう熱い展開なんだ。いやそういう感じでまあ1位になりました。あまあ5分の、ね、1位ですね今ね。あと2勝あさあ次並びまして3戦目赤ゾロ相手赤ゾロでしたね。まあゾロはもうまあやっぱずっと強いからね。ずっと強い、まあ、ずっと強い、うん、でこれは高校でした。あチャンス。ただねちょっとゾロ型によっては全然変わるんですよね。先攻高校とかで多分ただ分かんないからどんな相手がどんなかで、なんとしかも小学生。おーうわうわ小学生も出てんのか。出ますよ。だからもう大人に混じってすげえなやられてる子だから。すげえな強い感想まで。強い感想あるよこんなん全然。うわってなって、うん、でよろしくお願いします、うん、っつってでなんかこっちもさ、うん、なんか分かんないじゃん、うん、ガチで言っていいのかも分かんないし、うんうん、いかといってあそこガチね。ガチだろ。まあ、そこはね、行かなきゃ、でもなんかさ、やっぱその立場もあるから、うん、もう容赦なかった高橋さんみたいになっちゃった。なんか、俺、顔が知られてるから、この難しさね。別に本来はやっぱ全然行くんだけど、このマッチングバトルっていうテンション的にどうしていいか。まあでももちろんちゃんとやりました。もちろんちゃんとやりました。なんと、敗北。いやーよーいやーちゃんとやったのに強かった強い、っていうのも、もう完全に忘れてて、あのディアブルジャンプを入れてる方だったんですよ。いやディアブルジャンプっていうのは最後一度使ったら相手はブロッカーを発動できないっていう、うん、で白ひげってライフゼロになるから、はいはいはい、もうブロッカー立ててよしってしてても、うん、もうだディアブルあったら負けだなと思ってたの、うん、でももう入ったからで最近あんま見てなかったから、うん、ディアブル型がそんなに、うんはいはい、もう完全ぶっ刺さってああちゃんと負け、ちゃんと負けましたちゃんと負けた。でそしたらその子、うん、僕に勝って5分の4勝ちでした。強いよいや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 めちゃくちゃ強いよ。めちゃ強いじゃん。ジェットピスト手に入れてんだ。もう手に入れた上で僕をね、あそうかそうか倒してたからもう強いよ。強いじゃん。でなんか全然そんなにテンション上がってなかったから、うん、あんまそんなになんか知られてないのかなとも思いつつ、うん、で会話してったの、うん、で最後一緒にこの結果登録行かなきゃいけない、うん、でそのまご家族と来られてたから、うん、でまあ今日は家族と来てんのとか言って、あこの間の大会とか出たの。そういえば小学生の時も、うん、あ出ました。え出た。えじゃあ俺で知ってる。知ってます。知ってるよ知ってた。あのテンションすごい。もう小学生だったからわーってみんななるのかな。でもちょっと調子乗ってたね。だからちょっと調子乗ってたのね。でもすごいいいことで、すごい。あとでその写真もでそうと落ち着いてんのよ。落ち着きがすごかったね。本当だ大人や。いいね。でもまさかのだからあとなしです。やばいじゃん。やばいじゃん。まさかのもうダメじゃん。やばい。あれちょっと焦ってるの。僕もめっちゃ焦ってる。だって撮れると思ってんのね。そう焦って、うん、でそんな中こうありがたいことにやっぱこういうイベントだともう人もいらっしゃるから、うん、僕のことを知ってくださってる方も母数が多いから、うん、やっぱもうこの何一戦終わってもう一回行くぞってところで、あ写真ですか、あ写真、あ写真ってなっちゃって動けなくなっちゃって、行こう、あ、はい、行こう、はい、でもうありがたいんだよ僕は。全然それもちろんそのためにも行ってますからね、はい、やっぱ皆さんとこう交流できるのもありがたいから、はい、そしたらもう残り時間が、あ時間があるの。そうそう、だからもう受付時間、あやばい、あ待ってやばい、ごめんなさいちょっと行きますねっつってもうラスト回んなきゃ、あと2000円だって俺もう1000円やばいんだからやばい、ちょもうやめねえよ、もう4000円、じゃあごめんなさいすいませんって言いながら、ちょっとだからせかせかしちゃった人そういう事情がありました、ごめんなさいっていう、そうっていうね。でまあで行きました4000円急いで、だからもう列もスカスカになってきてるの。マッチングやる人も減ってきてるから、あやばいやばいってなって、で4戦目、うん、青黄色クイーン、あんまり当たったこともないですね僕も。
そこまで練習もできてないかな。癖ありそうだね、なんか。癖ありそうだよ。ただラストずっとこう手札とライフがずっとあるみたいな感じなんで、うん、まあうまく詰めれればかなと思ってた感じですね、うん、はい、でここ先行でしたね。ジャン負けだったのかちょっと忘れちゃった、はい、で私、はい、勝利。お2-2です。すごい2-2です。なんとかね、うん、ただここはもう相手が青が入ってるんですよ、うん、青色で、青色ってもうキャラをデッキの下に送るから、レッドロックとかね、うん、バーンっつってだ、そういうのが来ると思ってたから白ひげを出さないようにしてたんですよね、うん、旧白ひげ出さないで4マルコとか5マルコでもうちょび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 殴りまくった方がいいなと思ってたから、はいはいはい、でそれがまあ刺さって勝てました。なるほど。はい、で2-2です。うん、もう結構いい感じになってますね、うん、でなんとか4戦目もう結構早く巻いたから俺にそうだから、はいはい、だからもう終わった瞬間すぐもう「ごめんなさい」って言いながらこう、うん、入ってなんとか滑り込みセーフ、滑り込みセーフ、戦うことはできたんだね。できました、うん、さあラスト5戦目ジェットビストルかかっております、うん、ラスト青紫クロコ、クロコダイルです。新しいダイル。やっぱね、青クロコダイルが結構苦手なんですよ。やっぱりこの手札戻される、デッキ下送られるで、うん、やっぱキャラ数もそんなに置けないから、白ひげって、うん。ってなると寿命も決まってるから、はい、結構しんどいですよ、うん。で、これやばいって思ってる。うん、まあ言うたらちょっと弱点、デッキの人は結構やばい状況。高校でした。あ、チャンス。チャンスではあるね。ね、うん、で、なんと。うん、勝利！勝ちました。というわけでなんとジェットピストルゲット、やりました。でこれがもうね奇跡だった。相手はレッドロック打ちまくるから白ひげをもう下に行かれまくると思ったから、もう最初の時点で白ひげをもう常備してたの、うん、でそしたら白ひげレッドロック、白ひげレッドロック、白ひげレッドロック、白ひげって4枚出せました。白ひげ4枚で勝てた。4枚いけたんだ。いけました。だからもうほんと打ち合いだったね。でなんとか勝ってジェットピストルゲットと、うん、でただ今日忘れたんで写真を載っておきます。完全に忘れてたわ今日。見たかったな、うん、ジェットピストルね。こっからいきましょう。フラッグシップバトル、はい、北関東遠征です、はい、今これ大事だよ。大事だよ。前回通ってたんで、うん、まあ、ここにね、64人大会行ってきました、はい、でさっき言ったこの間会った人もいらっしゃってね、うん、はいはい、あよろしくお願いしますっつって頑張りましょう、はい、対戦できたらいいですねって言ってくださったり、うん、であの優勝者の人は応援できてたから、うん、それから3人で一緒に、あついてってもいいんだね。そうそう、別にあのそこは広いから、マッチスペースまで都内だと狭いから無理なんだけど、1戦目片栗、うん、もうね、トラウマなの。やばいじゃん。前回も黄色片栗で、うん、でしかも先行、うん、あれやばい、一番やばい。同じ、同じです。その条件が揃ったらもう 1% だ、ま、もう 1% だよね。マジで 1% です、これマジで 1% よっぽど相手がもうちゃんとそのドンの状況で出せるカードを、まあ、マナカーブ通りって言うんだけど、マナカーブ通り出せてったらもう勝てないぐらいちょっと結構きつい。初戦はもう絶対勝ちたい、はい、そうね、負けグループに入れられちゃうからね、うん、そうするとオポ率っていうのが下がるから、はい、ータオポ率やばい、やばいからね、そのオポポ率1戦目、うん、負け、うわー終わった。うわー、オポ率下がった。もう多分シャンクスナイス、うわー終わった、間違いなく。あこの人が、相手の人が優勝とかじゃない限りは多分もうない、うん、シャンクスは、うん、マジでへこんだ俺、うん、もう結構調整してきて、で言うたら、うん、白ひげ多分これで納めなんですよ。というのも7月末に新しいルフィが来るから、うん、僕はもうそれを握る気でいるから、うん、もう白ひげはこの大会がラストかなと思って結構思い入れもあって、結構練習空き時間全部やってきた中での初戦負けだから、うん、ちょっと俺本当に半べそ返ってたと思う、うん、シャンクスもマジで欲しいからしかってなって白ひげ勝たせられなかったんだ。勝たせられなかった。スクワードみたいなんだな。スクワードじゃん、うん、もう本当刺された感じスクワードじゃ、タガシさんがスクワードになっちゃったんだ。なっちゃった。なっちゃってね。自分で白毛刺してる。いやまあでもまあまあまあシャンクスはほぼないんですが、うん、コビーがやっぱりね、はいはい、取れるから、ベスト16入ればコビーですからね。そうだ、シャンクスは2位だもんね。そうそう、2位までは取れるから。さあ2戦目でございます、はい、ずっと勝てばいけるよ。あとなんと2戦目も勝てる。うわもういい、もうやばい、もうね、こうもう怖いのよ。トラウマ、高校取ったら勝てる、先行取ったら負け、うん、もうこのぐらい、正直じゃんけんゲーぐらいの勢い。先行でも相手がまあでも手札が悪ければ勝てるんだけど、うん、じゃんけん勝って高校、わあじゃあこれ結構安心感、安心感ありました、ここはね、はい、勝利。わあ負けた振りかと思ったな。振ったけども勝ちました。危ねえと、危ない危ないと思ってね。3戦目、はい、全部勝てばいけるの。こっから全勝いけばまあワンチャンありますよ ね、うん、緑紫ドフラミンゴ、あやばい、これも、ね、やっぱドフラミンゴもぶん回ったら勝てない。ただぶん回る可能性もそこまでないんですよ。うん、あのサーチができなかったりするんで、うん、10個のドフラミンゴが強くて、うん、それが出なきゃまあ、うん、ちょっと手ゾロ、うんって思いたい、まあ、うん、
もちろん結構しんどいはしんどいんだけど、白ひげが、こう思ってました。うん、勝利。おー、いやこれはなんとかでしたね。ここは相手もそこまで、ルフィが来なかったりとか、そこまでだったかな、手札的にも。でまあなんとかなんとか、こっちもね詰めれて、最後押し切れて勝てました。今3分の2ですね、だから2-1ですね今のところ。さあ4戦目、なんとまた肩栗。あ、やばいやばいじゃん。もうねやっぱね、ここ肩栗黄色が多いのよ。そういう、確かに前もしないの。そんなバレてるかな、バレてるのか。いや多分だけどね、あそこが肩栗やっぱ多いんだって。うん、やっぱね多分それがある、やっぱ会場ごとに。っていうのが、都内だったらやっぱ、みんなうぞうむぞうに集まるじゃん。強い人も一箇所じゃないじゃん多分。北関東のだから店舗が限られてるから、そこの店舗に来る人っていうのが大体同じカードを握っていくじゃん。で俺が白ひげ握っていくように、だからそういうことなんだと思うんだよ。そういうことなんだ。そうそう、だからやっぱその地方ほどそういうのが出るのかなとちょっと思いつつ、肩栗でした。はい、やばい。じゃんけん、勝ちまして、もちろんここ強い。これはまあ、これは到来。4戦目勝利。うお、結構いいんじゃない。今4分の3か。あれもうもらえんじゃないこれで。まあここもなんとかね、なんとか勝てたかな。で5戦目、なんと白ひげミラー対決。うわ、ついに久々だね白ひげ。久々俺もミラー当たるのは。でなんとなんとなんと、先ほど言いました、うわ、横浜であった知り合った方ドーン。立ちはだかるね。でなんならその方はもう優勝者の方と、前回のこの会場での優勝者の方と練習してるわけですから。強い強いじゃんそんな。うわマジか。うわやばい。でしかもじゃんけん負けて先行。うわ、じゃんけんのあの動画を見られたか、たびたび。あーバレたか、あれバレたか。そのうち全部バカしてるからな俺。先行取られ、取りました。でしかも相手ももうそういう状況。勝てばもらえそうだよね。勝てばもらえんじゃない。5戦目、うん、なんと勝利。おお、勝ちましたよ先行 で正直ちょっともうミラーわかんないですね今の環境。先行が有利か後攻が有利かちょっとわかんない。あ、そうなんだ。なんかそのぐらい今までは後攻が有利だと思ってたんだけど、俺も先行で勝てたから、あれ、まあれ勝てんだと思って、あれと思いつつね。でまあなんとか勝てまして、でまあその方もすごいいい人で、まあ見てくださっててね、もういろんな会話もできてね。だから僕今もう5戦目までで4-1。うん、いけそうじゃん。でベスト16って4-2だったら、4-2の中でも上位だったら取れるんですよ。ただ4-2でもオポ率が低かったら取れない。だからもうほぼ取れる状況ではある。ただでも結構オポ率低かったんですよその時、だからヒヤヒヤしてた最初。まあ来ちゃってるからね。そうそう、最初負けたから、でラストですね6戦目。はい、またまた白ひげミラー。うわー、ただ今回じゃんけん勝ちまして。やばい、悩むね。まあちょっとさっき先攻で勝ったんだけど、ただでも後攻が有利だろうと思い、高校選択。うわ、まあ、ここ勝てば5-1なんで、コビ 100% ですね。はいはい、負けたら、まだ分かんない。はいはい、ラスト、はい、なんと敗北。うわ、先行なんだよ。だから先行なんだよ。先行かもしんない、ちょっと。もしかして白ひげミラーは。白ひげミラーはで、結果4-2です。あら、これだからあとそのなんとか率だよ。オポ率次第で16位入ってればコビ、結果です。はい、私の結果を発表したいと思います。たかしの勝率、4-2でございます。10-7 やば、マジ、あと1じゃん。マジで俺もうマジでもうほんとマジかってなったからね俺。あと1よねえ、ちょっとでもオポ率よかったな。でしかもなんならなんかもう最終的なオポ率は一緒なので、なんか俺もよくわかんないんだけど、なんか優先順位のこのオポ率で次のオポ率みたいなのがあるの、よくわかんないんだけど、でどんな人と当たったか、こうどんな人に負けたかちょっとわかんないんだけど、そのここは同率なの、第一優先オポ率同一で、ここがもう 0. 何パーみたいな。だからほんと僅差で負けたの。コビゲットナーズ。ナーズ。
うわー、3ヶ月ぐらいあるのかな、同じカードなのかな。あ、あとね、半年ぐらいかな。だからまだ、まだコビーシャンクスチャンスまだ。で、一応8月もその何、大きめのフラッグシップ EX みたいなのもある、なんか新しくなって、まあ、それもまた、僕一応オーバーしてるんで、まだ通ってるか分かんないんですけど。いやー、ちょっとマジで悔しかったなー。いや、こんな悔しいんだっていう悔しかった、本当に。そんなちょうど入れないってことやばくない、おもろくない。動画だけめちゃめちゃおもろいでしょ。17、18位とか9じゃん、17位、7位って6位やったらもらえんだろ。いやいや、そうよ。マジか、だからラスト勝ちたかったんですよね。マジでやっぱラスト勝ったもんね。ラスト勝たなきゃいけなかったし、あとやっぱ初戦勝たなきゃダメだわ、うん、やっぱ初戦が一番大事っすね、マジで、うん、初戦勝てば同じ多分オポリツでも全然言ってたと思う。何オポリツって。そう、何オポリツって。俺も気になるよ。みんなが言うから。どういう表記、わかんない、知らない、わかんない。オポリツ俺もわかんない、どういう表記だ。どういう表記だ。ずっとなんとなくでずっと何回か聞いてたけど、俺もよ、ちょっとわかんない。俺もやりながらもずっとみんながそう言うから、オポよかったらいいですねって言ってくださって、オポって何ですかって最初聞いたの。なんかこういう、まあどんな人に勝ったかとか、俺も結構調べたわそれ、まあまあまあ、要はどんな人に当たってどんな人に負けたかみたいなことなのね。強い人に負けた方が弱い人に負けた人より強いじゃん。それはね、うん、オポネントですって。オポネント、オポネントマッチウィンパーセンテージ、なんかむずいっしょ。そう、すごいむずいな。まあ要は強い人に勝てよってことなんですよ、ね、そうそう、で弱い人に負けるのよってことです。はい、という感じでございました。今月はちょっと振るわず、一歩振るわず、まあただね、ジェットピストルはまあゲットできたんで、まあね、まあそこはとりあえずね、ひとまずひとまず、まあまあまあ、だから来月はちょっとさ、もうルフィとかが入ってくる 4.5 段環境になるんで、ルフィ、ロキッド、新しいリーダーが、だからちょっとどうなってくるかね、あー楽しみ。とりあえずルフィ握りたいけど、一旦ここで白ひげは僕は納め。トヨさんが4月に逃した大会がなんかもう一回あるかもしれないみたいなあったんですか。あ、そうか、言ってたじゃん。それあります。あ、それあるの。なんと9月、9月から全国大会の二次予選がスタートです。僕暑いじゃん、8月9月じゃ。だから8、9は結構頑張んないと。まあ8というか9だね。ちょっとだからまたね、まだ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 ちょっと今年もいろいろありますから、楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、という感じでございました。また8月もね、結果発表したいと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いします。一緒に楽しんでいきましょう。はい、最後まで見てくれてありがとう。明日も楽しみ、またね。悔しい。だからお願いお願いします、チャンネル登録お願いお願いします。そしたら